ゴミの分別はきちんとできていますか？これは何ゴミに出せばいいんだろうって悩むことありませんか？そんな時に役に立つ新潟市ゴミ関連チャットボットというものがあるんです。今回はこの新潟市ゴミ関連チャットボットについてのご紹介です。詳しいお話を新潟市廃棄物対策課の阿部さん、そして新潟市ゴミ減量推進キャラクターの西條くんも一緒にご紹介してくれます。阿部さん、西條くん、よろしくお願いします。お願いします。ゴミに関する問い合わせに自動応答する新潟市ゴミ関連チャットボットができたと聞きました。こちらどのようなものかを教えてください。はい、ゴミの分別方法や収集日、粗大ゴミの処理手数料などゴミに関する質問に AI が自動回答するものです。スマートフォンやパソコンで24時間いつでも質問することができます。チャットボットを利用するにはどうしたらいいですか？ウェブ版と LINE アプリ版の2種類があります。ウェブ版は新潟市ホームページゴミ関連チャットボットのページから利用することができます。 LINE 版は LINE アプリのトークタブの検索で新潟市ゴミ関連チャットボットと入力、またはご覧の QR コードなどから友達登録をしてご利用ください。どのように操作するんですか？例えばプラマーク容器包装に混入することが多い加熱式タバコの分別方法を AI に質問してみます。加熱式タバコは本体が燃やさないゴミ、バッテリーが特定5品目に該当します。ただしバッテリーが本体から取れない場合はそのまま特定5品目として出す必要があると回答が表示されます。なお加熱式タバコはプラスチックで覆われているためにプラマーク容器包装に間違って分別されることが多いですが、中のバッテリーは選別工程で発火する恐れがありますので必ず特定5品目に分別してください。また例に挙げた加熱式タバコなど特に注意してほしいものは画像付きで分別方法を表示します。処分したいものの具体的な名称がわからないときはどうしたらいいんでしょうか？選択肢を選んでいくことで調べたい情報を得ることができます。それでは最後にご覧の皆さんへメッセージをお願いします。はい、このチャットボットは質問していただくたびに AI が学習し回答精度がどんどん上がっていきます。皆さんのたくさんのご利用をお待ちしております。ゴミに関するお問い合わせに自動応答する新潟市ゴミ関連チャットボットについて新潟市廃棄物対策課の阿部さん、そして西條くんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。